特に日本の場合は、まあ、イランからの原油の輸入というのを、まあ、5年間で 40% くらい削減をしてきてまいりました。これからどうするかということは、これはよく例えば経済界なんかも含めながら相談をしながら決めていかなければいけないと思いますけれども、イランの核開発については私も強く懸念を持っています。これは国際社会と共有をしています。で、したがってアメリカも含めて国際社会と連携をしながら外交的平和的に解決をしていくというのが日本の基本的な姿勢であります。